あれー、おかしいなー。シロのスマホってどこだろう。なくしたのかな。机の下にもないしな。あ、手に持ってた。こんにちは、シロです。今日はこちら本作を実況していきたいと思います。リンボーですかね。お、目開いた。おはよう。ミオ的あ、プレイヤー？プレイヤーの彼がどっかに行くのを見守る感じなんですかね。ボイーン、ピピーピピー。おー、結構山な感じです。ここでジャンプですね。そのままシューッと落ちて、ボイーン。やばそう。処刑台？右を押すと掴めて、どうやって引くんだろう。持つ動作があったのでコントロールで引っ張ってみます。あ、これで足場ができましたと。はい、やれる？オッケー。あー、これで揺らすのかな。ぽい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 。違う、違うの。左で降りるのかな。待ってた。あー、そしてどうなる。目が怪しく光る。わーい、自由だ。あ、これを引っ張ってきた方がいいかも。目を、よいしょ、つまみってします。はい、足場にしてみます。やりすぎるとキレされそう。よし。あ、これ登れるんだ。飛び乗りまーす。やばい、これは。これを、あ、掴めるんだ、なんだ。これで、あ、そっか、どっちにしろ飛ばないといけないんだ。もうこれホラーゲームっていうか、こういうゲーム性って知らないでやったら結構傷つきますよね。タコの子が消されちゃうから。目は多分、あ、ここにもあった。もう一段登ってジャンプです。いけるかな。どうするんだろう。あ、先に下に行って下行ったら当たれる。あ、大丈夫だ。これ引いて登って、いい感じ。止まるとは全く思ってなかった。左行けそうだけど、まあ右行くか。やばい、やばいの来てる。なんだこれ。うわ、上乗れる？乗れる。なんか、小説とかだとよく森の先にどんどん進んでいくときに、ちょっと
この先に待ち受ける怖いものを演じてる歌とかありますよね。とか。ああ、いいかな。その上に飛び乗って全然進んでくるのかな。なんか違うの。あ、わかったわかった。来た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 。ちょっと見て。これで一緒に食べよう。倍速でお楽しみください。どうしたらいいんだろう。実はこっちだ。あ、わかった。渡らないんだ。今あった。今そこね、始まる理由はただ一つです。行けよってこと。さらに行ける。どうすんの。ん、あ、揺れるんだ。下の方を持って揺れて揺れて揺れた。ゆっくり遠くわからんて。ここで揺れて、あ、そこに届くか。ギリギリ。いや、これ、よーし、来た。あったー。喜んでジャンプした。ピーン。え、マジ。え、よっしゃ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 、ぽよん。いくぜ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 ー、ぽいーん。やったー。いけないんだ。ぽいーん。よしよし。ここやばくない？ここやばいよね。大丈夫？かっこいい。やったー。よし、うん、あ、やばい。こんにちは。なんで目覚めないの？あー、落ちた。落ちてる。やったでいい。なんかこう、あ、やりすぎました。あ、途中で持ち帰らないとダメですね。こんにちは。ありがとうございます。3本やっつけんのか、もしかして。やったぜやったぜ。おおお、新しい攻撃方法。どこ行った？何これ、怖い。いけない。後ろから来てる。あー、そういうことね。ここに戻ってくるから、ここにいるとキルされちゃうよってことか。え？ムービー？ミイラとして生きていくのか、今後。なんかこれ、リトルナイトメアの林もやってきましたよね。あ、すごーい。あれでプツンって来てるんだ、今度。そんなことない。かわいい。こんな感じでいいんですかね。今、ジャンプしてます。
なんかこう、慣れてない感じが可愛いですね。なんか歯っぽいですよね。根元からハンプなきゃまで抜いた時の歯っぽい。あ、これ大玉転がしの要領っぽいですね。すごい便利。長い間のパートナーになりそうですね。左上には雲みたいなの見えて怖いなって思いました。くりくりーくりくりー、世界一のニュースを目指す。え、ニュースは抜けないからニュースを選ぶあたり、しろちゃんさすが。さすがですね。ほら見えるよ。見てこれ。見てこれ。また流行る心を抑えられなかった。今です。なになに、あー、こんな見かけだったっけ。良いと思います。良い。青毛が生えた。青毛だ。もう一本生やしたい。ちゅうくもさん来るのかな。早く息のみ込めたい。こんにちは。あらあら、なんかここでチャート1が終わったみたいなので、次回続きまたやりたいと思います。お付き合いくださりありがとうございました。それじゃあ皆さん、